皆さんこんにちは。韓国女子のピヨコです。1週間ぶりです。今回は久しぶりに夏の明洞に行ってきました。それでは早速ピヨコとソウルの明洞デートスタート。今回のスポットは地下鉄4号線明洞駅です。もはや7月の終わり、蒸し暑い日が続いていますが、どう過ごしていますか？私は最近、会社で重くて難しい通訳の仕事でヘトヘトしています。だから週末には美味しいものを食べて元気出さないとね。明洞駅3番の出口から坂道歩いて15分、美味しいビビンパの店に行くよ。坂道だから覚悟はしてね。モンミョク3番という店、こんなところに隠れていたんだ。こちらがメニューでございます。ここはビビンパのメニューがほとんどで、ビビンパとチーズキムチチヂミをよく頼むらしいです。店内はとても綺麗で爽やかな感じでした。いよいよ10分ぐらい経つと、私が頼んだユッケビビンパとチーズ入りのキムチチヂミが出てきました。彩りがとても綺麗じゃない？食べるのがもったいないくらい。このユッケもビビンパに入れるんだ。チーズ入りのキムチチヂミ、どうやって中にチーズを入れてチヂミにできたか気になります。自分で家では作れないほどの技が入ってるかもね。ビビンパの食べ方としては全部入れてしまいましょう。ユッケも入れて混ぜるの。これは美味しそうだ。口は最大限広げて食べてしまうの。ビビンパに入る具材はとても新鮮で、ごま油も効いてて美味しくないはずがないよね。どんどん進むの。ああ、またこれ食べたくなっちゃった。チーズたっぷり入りのキムチチヂミも表はカリッとしてて美味しかったです。店員さんたちの対応も普通に親切だったよ。久しぶりに明洞の周辺を少し歩いてみようか。カフェにも行きたいしね。ここがいつものメイン通り。夕方になると涼しくなってきました。やっぱりまだまだ寂しい感じはするけど、日中よりはマシって感じかな。コロナ収束して活気づけた明洞が早く見たいよ。バニラ港の付近は空いてる店舗が多いね。屋台がね、もうなくて、この日はスイカジュースの屋台しか目にしなかったの。個人的に明洞で一番好きな道、ウルジル一区駅へ向かう道なんだけど、理由はわからないけど昔からこの道を歩くとワクワクしてた。もともとはこの店に行くつもりだったけどね。なんかこの道綺麗じゃない？ワクワクしない？やっぱり私だけのこだわりかな。あ、両替所やってた。めっちゃというカフェに行くよ。ウルジロイック駅から徒歩3分です。ここはコーヒー豆のグラインダーとして引き寄せを使うんだって。面白いでしょ。
実はここの代表メニューの中にはミルクティーもあるようです。思ったよりカフェが大きくて3階建てだったような、エレベーターもありました。海外旅行が自由に行ける日が来るとここは多分外国人の間で人気を集めるでしょうね。お土産も売っていました。抹茶ミルクティーとバニラビーンラテを頼みましたよ。ごめん、私甘いのを飲むと自然にこんな顔になるの。自分で考えてもやりすぎた。ミョンドの中に韓国の伝統的な雰囲気の大きなカフェ、一度は寄ってみるのもいいと思いますよ。そしてバニラビーンラテを飲むときには私のような顔にならないように周りを気をつけてね。外に出ると夜になっちゃったよ。私はミョンドンの夜も昔から大好きでね、実は大学院入学試験の勉強のためにミョンドンの周辺に位置した学院に通ってったの。それでその当時にはよくミョンドンに来てた。あ、それと日中は暑さで撮影は難しいと思い、当分は午後の5時以降の撮影になると思います。綺麗な青空が動画では当分見れなくなるかもしれないんですけど、ソウルの夜も綺麗ですよ。それではまた来週に会おうね。一週間待ってくれてありがとう。いいねと登録のボタンを押してくださいますと私にとって大きな力となります。それでは皆さん、またねー。止まんなよー。